見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。自民党総裁選17日告示、9日投開票が混戦模様だ。脱安倍、麻生、脱派閥政治で世代間対立の様相を呈しているという。エリア1年9月7日号から。アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク、199年によく似ているな、ある自民党のベテラン議員は、水面直下で繰り広げられている総裁選のごたごたをそう揶揄した。9年に何が起きたのか、当時の宮沢喜一内閣に対する不満が自民党内で爆発、派閥の古い体質はもうたくさんだ、このままでは自民党の未来はない、と一部の若手が鉄の結束とまで謳われた派閥の掟を振り切り造反。自民党は分裂し、直後に行われた解散総選挙で自民党は大敗。細川森博首相が誕生し、自民党の55年体制に終止符を打つきっかけとなったのだ。無論、今の状況で自民党が割れることは想定できない。しかし、目下の総裁選で繰り広げられているのは、総選挙の顔を誰にするべきか、だけではない。自民党の若手を中心に深まる、古い派閥政治への抵抗、が、その結果、この総裁選は世代間対立の様相を呈している。この、古い体質の派閥政治の象徴こそ、今の自民党を支配する安倍晋三、前首相と麻生太郎、副総理兼財務相だ。総裁選の鍵となる人物は石破茂、元幹事長だと言われている。岸田氏は変化アピール総裁選の有力候補は岸田文雄、先政調会長、6、河野太郎、行政改革省、58、な。この人を追う格好で高市早苗、前総務省、60、野田聖子、幹事長代行、61、が続く。それぞれの候補について派閥との関係を整理する。まず最大派閥、最大派、衆61人、参5人の体制の支持を取り付けたのは岸田氏だ。派閥の細田博之、元幹事長は1日に行われた臨時総会で、候補の一本化はせず、それぞれの議員の判断を尊重する、と語った。一本化をせず、という意味は、一部の所属議員から高市氏を推す声が上がっているためだ。事実上の自主投票という体裁だ。